ゼロ。今日はテントウムシを紹介したいと思います。はい、紹介しましょう。しましょう。じゃあまず後ろから行こうか。その鍵違うんじゃない？え、あ、鍵が違ったな。どうぞ。今日はテントウムシを紹介したいと思います。はい、じゃあしましょう。まず後ろから。うちのテントウムシは後ろのドアが開けれます。で、このサードシートの中にはこんなのが入ってます。よいしょ。机とかよく使うものとか入れれば、はい、そうです、机です。机とこの机の足、これでがあります。で、あとは椅子が4つ入れてあります。椅子4つ、キャンプ用の椅子4つと、たけるくん、それとお米も実は入ってます。実はあとこれも入ってます。じゃあこの下、寝れるような寝袋と電気毛布とシーツが入ってます。ここに、よいしょ、はい、よいしょ。それでこれ、このクッションの中には羽毛布団が入ってます。実は羽毛布団、よし。じゃあ後ろの席はこんな感じです。中はこんな感じけど頭打っちゃう。まだ開けてない状態だからね。さんちゃん身長いくつ？124ぐらい。ここにね、網があってね、物入れれる。じゃあ、ミニキャブはここが平らになります。倒せます。じゃあ、まずこれを外して、よいしょ、よいしょ、ここボタンを押して、はい、こう倒した、あ、そこ、ピッとやって、そこ、こう出ました。はい、で、これを、はい、で、離して上を開けます。このテントを開けます。開けます。寝れるよ。じゃあ、はちゃ、カチャカチャカチャっと外して、はい、まず、そうね、その3つを外してください。ピッと押せばいいよ。よいしょ。押せる？かかる。はい、やろうか。よいしょ、よいしょ。いいよ。じゃあ、前外して、はい、で、ここと、レバーを開けます。じゃあこの横、これをポコッとやって、はいよ、はい、で、ロックがフリーになりました。じゃあ開けます。これだとあと仕立てる、こんな感じ。じゃあさっちゃん一回止めて。
はい、ここに2階建てのベッドのパーツが運転席と助手席の上に入ってます。この辺これと、はい、じゃあまずはこれを外します。外します。それで自作の助手席のテーブル、わー、ここにしまってあります。実はこれをとりあえず前に置きます。こんな感じ、これの紹介動画はリンクしておきます。リンクしておきます。ます、前以前撮ってあります。じゃあ2階建てベッド作ります。めぐみだね、それ。そう、まずはうちの店舗も調べて、この店舗も調べて、このバーを3つ設置してからベッドをつけます。おお、引っ掛ける、簡単だね。で、あと1個、よいしょ。で、あとはこれを、よいしょ、入れます。骨組みだけじゃ乗れないもんね、うん、よいしょ、よいしょ、組み立てました。じゃあ、ハンちゃん乗りますか。じゃあ、2階ができましたので、ハンちゃん、登ってください。はい。そこのね、シンクも足場にして乗れる。そうそうそう。小僧先生ね。はい。え、じゃあ、寝てみてください。どうですか？いいね。大人2人ぐらいは寝れそう。寝れる。ママ十分寝れるよ。ママ呼んでこうか。うん。さっちゃん。じゃあ、プロブ品です。ソファーと下にね。風が強い。うん。けど大丈夫。風が強くて大丈夫。これを、さっきの服も、はい、じゃあこれ置きます。それをはめるとフラットな空間ができます。ちなみに、じゃあここはほぼ室内機。テーブルにもなるし、ハンちゃんが乗っても大丈夫なぐらい強度あります。なら乗ってみます。あ、それちょっと、ちょっと寝転んでみて、足こっちまっすぐして、ハンちゃんぐらいやったら寝れるやろ。うん、冷たいけど。じゃあ反対、こっちを頭にしてみて、はい、ほら寝れるやろ。うん、よし、一回椅子モードにします。
はい、それでこの下ここにストッパーがあるので外してこれこれで、うん、そうそう、映っとる映っとる、はい、これを外した状態にすると、はい、いいよ、これがガーンガーンといって対面の椅子状態になります。あとさっき出てきたここの中のテーブルのもここにさせます。はい、ここの穴椅子ここに立てる、そっからこっちに、これ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 、よし、じゃあテーブル出します、出します、出します、テーブル出して、ポール、お、いいね、ポールを出します、はめるだけだ、よし、じゃあそういうことで、あんちゃん、はい、ここで何かお茶でも飲みますか。うん、ね、カップはどうですか。いいね、いい富士山の、富士山の柄やな、おいしい、キャンのね、キャップはうまく、うん、そうやね、閉めます、中に入れて、あ、この中に添付、はい、じゃあ丸めてください、閉めていただくって、はい、よし、はい、完了